はい、皆さんこんばんは。さあ今回はですね、以前ゴーホームというゲームですねを遊んだことありますが、そちらの作者さんである市松鈴香さんの最新作である野草、カースオブソワレかなというゲームが本日配信開始となりましたと。市松鈴香さんはね、 VTuber としても活躍されておりまして、私も何度かご一緒させていただいたことがあるんですが、いい意味でちょっと頭のおかしい人、失礼しました、頭がちょっと狂ってる、違う、独特の世界観を作る方なんですけども、非常にですね、ゲームとしても面白いので、今回もまた楽しませていただこうかなと思います。まあ、以前に一回体験版をやったことあるんですけども、あれの完全版ですねができてきましたと。本当に独特の世界観でですね、変わった方なんですよなんか変わった方しか言ってないな。でも本当に優しい人でね、本当にめっちゃいい人なんで、今回も楽しませていただこうかなと思います。あとよくね、ガチマン V の方でご一緒させてもらってるつみこがね、人生つみこさんなんかもご協力していただいてるそうなので、何をちょっと楽しみにやっていきましょう。しているのに案外簡単なものなのね。何が褒めてるつもりか、なんかちょっと頭おかしいよ、連発しちゃった。いや褒めてるんだけどね。また夫に殴られてしまう。このままにして、すごい狂った世界観作るのすごいんだよね。だから何が、とにかく外に出るわよ。さて前回の体験場の時よりも、はい、だいぶグラフィックがちょっとブラッシュアップされてる感じかな。このゴム人間みたいのがやっちまった相手ですね。こいつをやっちまったんだけども、まあどうでもいいでしょう、さあ早く帰りましょうと、まあ、そういうところからゲームがスタートすると。嘘でしょ、最悪だわ。お守りが破れて中身の折り鶴をどこかに落としてしまったみたい。あの折り鶴がなければ私は生きていけない。何としても探し出さなきゃ。さあじゃあ、今回の目的はここから脱出するんですけども、それよりもね、折り鶴ですねを探すというストーリーになっております。何もかも思い通りにいかないわ。何の価値もない私の人生、生き地獄で死ぬまで生きて、死んでも地獄に落ちるのよ。やってられないわ。だいぶ自暴自棄になってる主人公ですね。何を派手に突っ立ってるのかしら、この壺は。ああ腹立たしい、こんなもん。こうよ。だいぶ、お怒りモードな主人公ですけども、こうよっつって壺を割れますと。これなんだっけな、壺割って鍵とかをゲットするんじゃなかったっけ。鍵ないね。ちょっと体験版とは違うのかな。なんか結局こういうところどんどん鍵を開けてて進んでいってやるみたいな感じで、幽霊から逃げながら、なんか結構幽霊がエグかった気がする。なんか怖くない怖くない。やっぱ鈴鹿さんちょっと怖くない普通に。どうだろうかな、壺割ってきゃいいんだったっけな。こうよなさそうだな。鍵はなさそうだな。ん？なんか光ってんな。違うのか？違うのかな？絵が怖えんだよな、ほんとにな。6時か。とりあえず、開きそうなところを見ていこうかな。怖いって。多分鍵見当たらないよね。ユリの間読めなかったな。バラ聞く何これ。あ、ここ開いてる。ん？鍵が拾えます、鍵が拾えます。待って、鍵なんてどこにあるんだよ。鍵が、ちょっと暗いね。でも鍵らしきものはなさそうだけど、絵がない。え、鍵ないけど。いきなりわからない状態からスタート。なんか柱時計がゴーン言ったな普通に気味悪いじゃん。あ、
待って待って待って、ほら、え、足した時は動いて、鍵がある。時間はさっき6時だったよね。8時になってる？ 2 時間も経った？どこの鍵だって？どこの鍵だったっけ？ん？どこの鍵だ？ここって確かあれだよね。これ確か落ちてくるんだよね。で、落ちてくると、夫人はやっぱちょっとね、貴婦人なので飛べないんですよね、これ。飛べないんでね、確かね。ごめん、ユニコーン。ここじゃないな。これ、なんの鍵だ？ミノ？だ、宴会場。鍵をいくつか、試していけば。あ、これ、ユリとかバラだってね。はいはいはい。鍵から鍵へ交換して、どんどん先へ進んでいく話だったような気がする。まあ、今のところ特に怖いとシーンはありませんけれども、まあ、ないのかあるのか分かりませんけど。開いた。OK。壺。何を突っ立ってんのかしら。揺れるな。これさっきのところか。和室のだったかな。体験版で幽霊が出てきた和室。いや、いるな、いるな。お、誰かいたね、今。なんか、花江さんもでしたよね。花江夏樹さんも確か声優で今回参加されてる。なんか体験版の時そうでしたもんね。すごいんですよね、だから。すごい豪華なタッグなんですよ。ここだ。幽霊が怖えんだよな。三面鏡、うお、普通に怖っ。普通に怖っ。これね、骨の形がわかるくらい痩せた顔、落ちくぼんだ目、ボサボサの髪。あの人はどんどんと変わり果てていった。人生罪子って書いてあるんですよね。すなんて罪子さんの絵なのかこれ。ね、罪子さんの名前書いてあるんですよねこれ。これがね、なんか幽霊が出てくるんじゃなかったっけ？幽霊が割と怖えんだよ。いや、生首になってる。あれ生首だったっけ前から。梅だって。普通に怖かった気がする。気合い入れていきましょう、皆さん。割と怖いっすよ、このゲーム。生首でしたね、今ね。どんどろ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 。梅ってどこだったっけ？梅は奥？梅梅梅梅梅梅梅。下から音がするな、なんか。梅梅梅梅は梅は下の階か。梅は下の階だ。下の階で奥だ。覚えらんねえな。なんか前よりか薄暗くなった気がするんだよな。なんか気味悪いな。ちょっと前とは違う仕掛けになってたらどうしよう。この辺だったかな。梅リンゴどこだったっけ。ここだ。ここか。一番端っこか。分かりづらい。これは食堂だって。えいえい。割ることは別に何の意味もないんだっけ。なんかとりあえず、うさばらしですね。食堂の鍵。あー。蛇がいた。食堂の鍵。食堂は、下に降りるんだったっけ。正常されている。食堂ってどこだったっけ。食堂宴会場の横。大宴会場
違うな。セーブ自動セーブだよね。なんかずっと気味悪いままだな。ここじゃない。向こう側かもしれんな。どっかでね、幽霊出てくるんだけど覚えてねえんだよな。食堂、食堂。ずっと気味悪い。パパイヤ、パパイヤ。あ、これか、食堂って。開いた。薄気味悪いな、色も。お札貼ってあるし。で、幽霊というものはこちらが近づけばちょっかいをかけてくる習性があります。忙しい時はなるべく距離を取りましょう。そんなこと言われても、そんなこと言われてもさ、あ、いけない。なるべく離れましょうと言われても、なんか割れたな。何か割れたぞ。勝手に割れたぞ今。あ、取れなくなった。こっち戻れなくなりましたね。戻れなくなった。どこの部屋から今音がしたんだ。地下室っていうか食堂で何も手に入んなかったんだけど、幽霊の話だけだったっけ。なんかちょっと前と違う気がすんな。何も取ってないよね俺ね。ああ、あの札も取れないもんね。取れない。幽霊というものはと、ちょっかい出す前に離れましょうと。それだけか。あれ割っとく。とりあえず割っとくか。何にも手に入らないけど、うん、行きましょう。何も手に入らなくて、フラグが刺すかな。でも幽霊が出てくるパート、あ、いや、いたな。そう、幽霊が出てくるパートがあるはずなんだよ。幽霊出てきましたね。幽霊パートに入る。チーン。また。また、チーンって言ったな。何もない。なんか暗いよね。幽霊パート、あれ、でも結局何も手に入らなかった。幽霊がつっただけで、音がする方に行こうか。どっからしてんだろう。下の階か。下の声が聞こえるね、これ。ギターの、あの、バイオリンみたいな音が。そこに目指してみようか、じゃあ。めっちゃこっち見てるじゃん。赤い目がこっち見てるじゃん。なんか、こんな静かだったっけ？あれ、やっぱ上の声だったか？あ、いた。なんだ？え？え、これ見たことない演出。え？え？おおおお、なんだこれ、なんだなんだ、やばい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 。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。え、どうすればいいのこれ。おお、死ぬ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 。死んだ？死んだ？死ぬ死ぬ死ぬ死んだ。ちょっと待ってくれ、こんな演出知らないぞ。ここはすごいでかい目玉がこっちを見ている。問題はここだよね。このあと俺はさっき死んだ。回避方法は離れればいいのか、それとも突っ込めばいいのか。一回離れてみる？
一回離れてみるか、それとも突っ込んでって、やっぱこの下から距離音をね突っ込むべきなのか。でも離れられるっぽいから一回離れてみるか。一回あの水攻撃が来たら離れてみるかな。突っ込むのは不正解かもしれん。ちょっと突っ込むのやめて離れてみるか。水が来たら一回離れてみるか。うわお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 う。え、どこまで来る？おお、すごいことになってる。2階まで逃げたらすごいことになったな。まあすごいけど、これ何すればいいんだ。下には降りれないしな。この状態で何すればいいんだろう。全部外が海になってしまった。何をすればいいんだろうこれ。もしかしたらもう片方の1階に行ってみるか。裏側に回ってみるか。もう1階でフラグを立てて、下にだって潜ってると死んじゃうっぽいから、おそらくここでは何もできないんじゃないかな。だからこっち側に行ってみるか。あ、再び開いた。はい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 。翔ちゃん。僕はもうダメだと思う。いや、むしろもうとっくにくたばってるんじゃないかって思うんだ。千羽鶴に玉の尾をつながれているみたい。苦しいよ。翔ちゃん、出会ってくれてありがとう。演技派の演技の後、うん、すごい血塗られてるか。真っ赤だ。真っ赤だけど格好だけはすごく綺麗。4桁の数字で開くよね。1 1 9 1 9 1 9 9、行かないんですね。やっぱり行かないか。真っ赤な状態だね。多分これは下の階にも行ける。え、何これ。うおー、うぅぅぅ、なにこれ。え、なにこれ。これシャキンって、なにこれ。シャキンシャキンって、なんかハサミが、うん、なんか音楽がどっかから聞こえるな。下も、あ、下の水はなくなってる。で、こいつはいると。
またシャキンシャキンいってんな。あ、いた。あ、いた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 。手形がいっぱい。どうしたの？何よ。言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。あなたも強いな、大概に。ジャキンジャキン。これ近づいたらジャキンジャキンされる？あ、いた。ちょっと竹の鍵を手に入れた。どうなってんのもう。どうなってんのこれ。え、なに、これちょっと待って、バグってない？鈴鹿さん、鈴鹿さんちょっとバグってないこれ。これちょっと抜け、ちょっと おかしいよこれ。まあいいや。え、幽霊というものはこっちがつければ、あ、あれ同じですね。鈴鹿さん多分これバグってるかもしれない。書籍の鍵。まあ、今日まだスチーム版の発売日なのでまだバグってるかも。書籍室って書いてあった。で、幽霊がいるのね。幽霊ってどうやってかわすんだっけ。幽霊ってどうやってかわすんだっけ。ちょっと待って、これ向こう行ってから行くか。どこで行き違えるかな。なんか見つかったら走るんだよ確かね。入ってきた、入ってきた、入ってきた。こっちまで来るかな。よし、行って行って行って。なんつってんのあれ。どうやって行き違えればいいかな。 下行けばいいか。下行けばいいか。あれどこだったっけ。いやいや、下にもいるわ。あ、ワープするのか。よし、今のうち。おお、シャキンシャキンやめろ。あいつワープすんだな。ここだっけ。あ、どこだったっけ。上だったか。ここだ。よし。対象って何。ん、対象の巣じゃないの。はいはいはい、隣かな。幽霊うるせえな。幽霊の距離感が分かんねえ。全部近く聞こえるな。幽霊の距離感が分かんねえ。来てるな。幽霊の距離感が分かんねえ。音がうるさすぎて。来てるかな。やばい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 。あいつ距離感わかんねえな、音でかいから。あ、右行ったか。こっち行った。こっち行った。よしよしよし。2階か。よし、今のうち。よし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 。ここも。これ左行ってからじゃないとまずいね。こっちにいる分にはいけないな。ちょっと待って。音の距離感がマジで分かりづらいね。
多分ここで行き違うのが正解なんだろうけど、ここからも多分もうすぐ来るはず。もうすぐ音的には来た。今一瞬こっち見たね。怖っ。よし、はいはい、パパイヤ向こうだな。行き違えるか。いや、もう来るな。来た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 。なんなのあの幽霊。あんなにさ音がでかい、どんどこどんどこどんどん。自己主張の激しい幽霊もいるのやな。よし、オッケーオッケーオッケー。前よりがかわしやすくなった気がする。前もっと高速だった気がするんだよな。じゃあパパイヤまで行きましょう。パパイヤン、パパイヤ、パパイヤ。あ、ここにもいる。待って、ここわかんねえな。行き違いとか言った方がいいよね。怖え、怖え。よし、ニョロミさん、自分の名前を暗証番号するのはおやめなさい。不用心ですよ。ニヨロミ、はい、ニヨロミさん、2463、ニョロミさんね、2463、ニョロミさんって、2463、ニョロミさん、玉突き場、上の下の階だな。玉突き場って言った今。ビリヤード、もう一回やり過ごそうか。あ、治ってる治ってる。さっき突き破ってたけど、大丈夫です。鈴鹿さん大丈夫です。治ってました。多分私のプレイの仕方が悪かっただけです。まあ、近づかなければいいんだよね、幽霊にはな。幽霊に近づかなきゃいい。近づくと走ってくるんだっけ。いや、こっちも走って逃げなきゃいけないんだよね。よしよしよし、1階に参ります。でいい、そっち行きたいな。危ない橋渡らない方がいいよな。おとなしく来るの待つか。音から後ろからすごい音が。おとなしく来るの待とうか。来そう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 。上の音がでかいんだよね。でも多分階段下降りれば下にワープしてくるから、ちょっと待ちましょう。タイミング悪かったね。上と下が連動すればいいんだけどね。来た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 。向こうに行ってくれるから。あ、今こっち来た。怖っ。今こっち来たよね今ね。何なのシャキンは。近づかない方が良さそうだね。シャキシャキっていうか
はいはい、玉突き場。ん？は？はい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 。いや、生首、生首。え？なんだ？ちょっと待って、え？あ、何急？あ、何？真ん中何？見てなかった、真ん中スペースか。ちょっと難しいかも。はい、わかった。こう。こうか。ちょっと慣れられないまだ。こう。ちょっと待ってくれ。もう一回出して、ちょっとね、あの、はじゃないわ。あ、終わっちゃった？もう一回やらせてよ。めっちゃ死んでる。はじゃないよ。え、これ、失敗したらゲームオーバー？は？もう一回やして。全然よくわけわかんなかった、今。ナウローディング。あ。いや、もう一回やりたかった。何これ。めっちゃもう一回やりたい。まあ、自動セーブっぽいね。はい。じゃ、ちょっと、ここまでしましょう。まだまだ続きそうなんですよね。じゃ、また続きは次回したいと思います。お疲れ様でした。